アレハンドロ・ゴイコエチア・オマルは、スペイン・ビスカヤ県エロリオ出身の鉄道技術者。出生時の姓は、バスク語のココアチェア。一軸大車連接型客車であるタルゴの設計者として知られ、タルゴという列車名に含まれる G は、ゴコ,コチェアの G である。ビルバを取り囲んだ鉄のベルトゴイコエチアの名が入っているタルゴ父親は、薬剤師だった。 1895年3月23日に、バスク地方のビスカヤ県エロリオに生まれ、ビスカヤ県、ウルドゥニャ、オルドゥニャにあるイエズス会系の学校で中等教育を修了した後、カスティーリャ地方のグアバラハラにある陸軍工科学校で学んだ。陸軍工科学校時代には、兵器学や建設学などのクラスでトップの成績を残している。注意として卒業すると、 マドリード鉄道連帯に配属された。1920年には、狂気鉄道会社のラ・ロブラ社で働き始め、約20年間で様々なアイディアを考案した。特にゴイコエチアは、車両の軽量化に熱心に取り組んだ。1936年には、軽量で、連接型のメーターゲージ車両編成を考案したが、ゴイコエチアのアイディアは、経営陣には承認されなかった。 1936年に勃発したスペイン内戦時、バスク時期政府は彼のイデオロギーと共和派のイデオロギーの親和性に疑問を抱いていたが、ゴイコエチェアにビルバオの防衛面を委託した。ゴイコエチェアは共和派の拠点の一つでバスク地方の最重要都市であるビルバオを取り囲む鉄のベルトを立案したが、ゴイコエチェアは鉄のベルトの設置が完成する前に反乱軍側に寝返り、 共和派の資料も反乱軍に渡した。反乱軍は1937年6月12日にビルバオに攻め込み、ビルバオの戦いによってビルバオは反乱軍の手に渡った。1938年にはサンタンデールで開催された科学会議で列車の構想を発表した。1942年には自身が描いた画期的な列車の構想を具体化させるために、 バスク人実業家のホセルイス・オリオールに援助を求め、ギプスコア県をニアティのイホスで、不安でがらい者などで働き始めた。同年には、オリオールと連携して、パテンティスタル5社を設立し、試作者タルゴアイの設計を開始した。タルゴとは、トレン・アーティクーラド・ドリーヘロ・ココチェやオリアルの略称であり、トレン・アーティクーラド・ドリーヘロは、軽量連接列車を意味し、 後半部分は設計者のゴイコエチアと出資者のオリオルの名前に由来する。1944年にはアメリカンカーファウンドリー社で働き始めてタルゴ2の設計に携わったがタルゴ2が完成する前の1945年に会社を離れたため1950年のタルゴ2完成には立ち会っていない。タルゴ2はスペイン人エンジニアの指示の下で アメリカ合衆国で製造され、1950年7月14日に初めてマドリードアンダイへ艦を走行している。その後にはイベリア半島とアフリカ大陸を隔てるジブラルタル海峡を鉄道で横断するジブラルタルトンネルの構想を考案したが、トンネル建設計画は現実のものとはなっていない。1984年1月30日。 マドリードのゴメスウリャ軍病院で死去。89歳だった。死去の1年半前には、手術を受けており、死去の15日前に入院していた。ゴイコエチアの息子は、父は最後まで新技術の考案に取り組んでいたと、語った。レンフェノ・ラモン・ボイシャドス社長は、ゴイコエチアが、世界の鉄道界における真のスペイン人研究者。 彼の鉄道界に対する発展と近代化の貢献に対して鉄道界は十分な敬意を払っていないと称賛している。ありがとうございます。